おはようございます。今日は4月の11日、今朝も6時前起きまして、朝食は、自家製というか、食パンですね。食パンとゆで卵ハムもあります。今日は天気予報通り雨になりました。天気予報では 90% の降水確率ということで、今日一日、まあ、難儀してますね、雨で。今日は南房総の海岸巡りということですから、まあ、あっちこっち歩かないからいいですね。はい、じゃあ道の駅富浦で朝食ですね。しかし雨ですけど、ご覧の通り2つ屋根付きのスペースがあって、こちらは新商社マークがありますけど、こちらないから勝手にここに止めていますね。これはいいですね、楽勝ですね。ということです。はい、ここは北条海岸、夕日百選のポイントですね。ここは立山市ですね。夕日はないですね。朝日もないです。空は今雨模様ですね。南房総国定公園、名所沖ノ島公園と書いてありますね。ここ鏡浦、この湾のこと言うんでしょうね、きっと。これが、400景ということになっています。こちらはなんか自衛隊の施設、基地になってますね。なんか見新しいこと書いてある。立山湾、あ、立山湾かっこして鏡ヶ浦とか。ああ、そうか、鏡浦っていうのは昔の名前かからんな。うん、鏡ヶ浦、うん、立山湾、400景ですよ、これが。あ、さっきの北条海岸というのはあっちですね。この先5キロ、作業座の保線写真撮ったけど、方が閉まっちゃっとるな。さっき方立っとったような気がするけど。よし。はい。ちょっとただの南房パラダイスって道の駅ですね、ここ。この道の駅、これが何だったかな、フラワーライン、房総フラワーラインですね。道百選です。で、この道の駅のところに百選の碑がありますね。なんか書いてあるけど、わからんの、読めんな、しろって。なんか書いてある。あ、立山白屋ってか、ハワイと書いてある。一応フラワーラインっていうだけあって、道の周りに花壇がずっと作ってありますね。そして、こちら、あの白砂大松の何だったっけ、白砂海岸、ちょっと海岸まで降りれんですね、これ雨じゃ。まず、まあ、道の駅で行くですね。これ今の、房総のフラワーラインですね。で、ちょっと青松が海岸の近くに来ようと思ったけど、まあここでいいですね。平砂浦海岸、白砂青松で、こちらが松林が続いてますね。この駐車場なんだろうな、なんか千円のフラワーパーキングっていうのがあるけど、この上になんか花のあれがあるのかな、公園みたいなの、よくわからんですね。
これアボって読むか、なんか字が違うな。あ、なんとか大社のアボ神社か。はい、これが千葉の南にアボ国っていうのがあったみたいですね。アボ国の一宮です。参道がいいじゃないですか。低いね、桜が。もう桜の木が低いな。あ、屋台が構えだけありますけど営業はしてないですね。あ、こっち駐車場だっとこっち行けるじゃないか。そんなことないのかな。あ、奥まで行けるな。向こう持ってこう。この神社の鳥居が綺麗ですね。白く塗装されてますね。ちょうど満開の桜ですね。これもうこじんまりしてきた本殿ですね、いいよ、お参りしてきたで。よいしょ。これを言うんだぞ。さらえたまえ、清えたまえ、守りたまえ。三章する。あ、面白いですな、その写真。あんなところに鏡がついてますね。へえ、こういうもんなんですかね。よーよー、タンスに準備みたいな中に鏡入ってるよ。ここは、野島崎と三崎白線の場所ですね。どうも、先ほど房総半島最南端と書いてありました。なんかバカちゃんの岩がすごいですね。あ、灯台って誰か上がっとるじゃん。管理人かな。この灯台は50銭には入ってないんですね。里見八犬伝の里見さん通りくつだって。里見八犬伝、あ、南宋里見八犬伝の舞台か、戦国時代の大名里見氏の書が首取れたのか、最初からこうなのかな。ちぎれたんか。言うほどになってんのか。なかなかな、もうなかなか感じいい海岸ですね。ああ、雨がいかんですね。なかなか感じがいいけど、ああ、風がいかんね。雨だけだったらまだいいけど。ああか、もうダメだ。母さんが、よし、おい。すごいですね、花畑。ちくらの花畑。ここ店屋がいっぱいありますけど、これ花摘んで、その店ですね。こちらが道の駅ですね。先ほどの通りです。すごいの、向こうの方まであるじゃん。あ、ほんでこの 花畑沿いを歩く遊歩百選になってるのか。なるほど、そういうことですね。あ、それぞれ区画されてるんか。な、ほんで先ほどの店で自分とこはここだっていう区画がされてんだな。わあ、なかなか今じゃ綺麗じゃないですか。じゃあ野菜畑か。お、いいね。こっちの
この花がいいじゃん。うん、金魚草。何草？金魚草っていうのこれ。はい、綺麗でした。ここはマダムラという海水浴場百選ですけど、マダムラって書いてありますよ。下は砂浜だ。遠から見たら岩場かなと思ったら砂浜です、ね。小さな海水浴場ですね。こんなもないじゃん。すごく広かった。海水浴百選と書いてありますね。はい、ここは、鴨川オーシャンパークというところです。鴨川市が朝日百選で、その朝日のポイントがこの道の駅オーシャンパークということで来ていますけど、まあ、道の駅の前がアサイの、ポイントもはずですけど、案内は何もなかったですね。たまち太平の方からアサイ登るんでしょうね。なるほど、またですね。はい、この海岸渚百選です。もう雨だから車の中から写真で終わりですね。前から横渚海岸サーフィンやってる奴もいますね。車の中に雨が入ってくる。よしにしよう。終わり。亀岩の洞窟と書いてありますけど、これが見たかったんですね。これ百選じゃないんですけど、濃厚の竹っていうんじゃない。濃厚の竹。451歩。どういうこっちゃ。はい、雨の中行ってきます。これは濃厚な滝。こっから見えるのか。はい、この岩肌。ああ、そんだけのこと。だから、やっぱりあれはこの洞窟みたいなことは違うんだよね。なんか濃厚の滝でイメージが全然違ったんですね。うん、よし。なんかイメージが違ったんですけど、あの洞窟から覗くとはどうなってんだっけ。洞窟から覗くと、それが洞窟から覗くと。そういうことか、うん、全然イメージが違ったですね。下から見ればそういう。ああ、こんだけのことですか。なるほど、うん、これがほんで金があってね、神様までいますね。なんかイメージ。この下に行ったら、うん。よし。着きたくなるだろう。どんな音がする？おお。普通のお寺のあれと同じだな。うん。ああ、簡単に来れてよかったですね。もっと歩かねえかんかなと思ったけど。ああ、ここにまあ浅いんか、あれ。ほんで、水の中入っていけるか。なるほど。亀岩の道具ってことで亀さんがおるんだ。そういうことですね。じゃあ神様。あれはもうこう丸い動物が見えへんじゃん。あそこね。よし。
鳥を取り忘れてました。幻の滝。まあでもあれ、人工の滝かな、あれ。違うな、あれ。あれ自然にできた滝じゃないんじゃないか。そんなことないか。車の中からですね、雨ですから、これは東条海岸、白砂浜松。しかし、太平洋の荒波すごいですね、今日は。まあ何、サーフィンのメッカ？メッカって書くのか、全然。こちらが砂浜だけど、こちらに青松もちょろっとある。ということですね。はい、これが青松ですね。誰かファンやっとる？わ、この波なら勝つ。いいね、乗れたら。乗れやつだね。はい、東条海岸でした。はい。日蓮大乗寺、生徒寺。おお、仁王さん、仁王門か、これは。ここのお寺の境内に名木があるということで来てますけど、お寺はどこにあるんだ。走ってきたな。はい、すぐ入りましたね、境内に。生徒の多すぎ、名木百選です。立派な幹ですけど、おお、すごいね。これは巨木ですね。上向くと雨が当たってダメだな。あ、本土あっちか。どうもこれは雨がちょっとでもやんでくれやいいんだけど、ダメだな、これは。すごい杉ですね。ですね、その山、生徒山という山があるんだけど、それが何かの100年経ったけど忘れた。自然かな、きっと。そうしとこう。もう本当に立派なお寺ですよ、これ、勝手にお寺入ってきましたけど、古いお寺ですね。ここはお寺百選じゃなくて香り風景ですね。線香の香り。線香の香りあんまりしませんね。で、あちら海があって磯の香りか。線香と磯の香りで香り百選になっています。風景。鯛の浦って言って、すぐそっちだな。そういうことでした。まあ雨は嫌ですね、これは。本当に。これが正面ですね。誕生寺。これはなんか立派な、立派な松ですね。日蓮大聖人、御用聖人なんて面白いな。あれが日蓮大聖人だ。タイズかな。タイズか。どれがタイの図。どれがタイの図か。ああ、正面か。
こちらが貝の裏、うん、磯の香りもしませんね、うん、すごいですね、うん、なんかもう一個100点がつく、あ、これが風景100選か。あ、誕生日も風景100選なのか。あ、そういうこと。すごいですね。宇多田海岸。太平洋上南西100選です。